こんにちは、ギタリストの国田大輔です。今日はですね、今2024年、4月の4日なんですけれども、4月の5日、明日ですね、明日、吉祥寺のシルバーエレファントというところで僕の、トリオのライブがあるんですが、今月4月の5日をまず初日としまして、4月の10日からですね、4月の14日まで、僕の、久しぶりのバンドのツアーがありますので、そちらのお知らせです。で、今日はですね、そのツアーに向けていろいろお知らせありまして、ツアーのですね、限定グッズを作りました。限定グッズ、何かと言いますと、まずですね、第1弾、この見てください、なんと今日届いたんですよ今日届きました、この譜面本、大輔君いたソングブックっていうね、この本を作りました。見えるかな、本、僕のオリジナルのね、曲がたくさん入ってる、譜面本、こちらを、会場限定で、ツアー限定で売りますので、こうね、譜面だからこう開きやす、開いてこうね、めくりやすいようにリング製本にしてますので、このリング製本、こちらを、でタブ譜もついてます。ぜひギタリストの皆さん、これを見てね、コピーしてもらいたいなと思いますので、こちらが、会場で作りました。頑張りました。慣れない作業だったんですけども、なんとかなったかなと。こちらがですね、税込み3500円で売っております。はい。で、この譜面本なんですけれども、そちらの音源、収録、曲のですね、音源を今回は CD じゃなくて、こういうダウンロードカードっていうね、こうカードにしました。このカードは後ろにこう QR コードが、ちょっと今 QR コード、まあこれ多分ダウンロードできないんですけど、サンプルなんで、こういうふうに QR コードが載ってまして、で、この下に、CR コードが、それぞれ別々のが載ってまして、それを皆さん入れてもらえると、音源がダウンロードできると。CD ではなく、今回はね、こちらのダウンロードカードにしました。携帯でも簡単にできるし、もちろんパソコンでもできますし。で、こちらが、税込みで3000円でございますね。これがダウンロードカードですね。この2つ、ぜひ、一緒にね、お買い上げしていただいて、僕の曲をいっぱいコピーしてもらえたらなと思います。で、ちょっとリニューアルしたのがアブストラクトポップっていうね、僕のアルバムがあるんですけれども、そちらのハイレゾ音源、の USB、 ハイレゾ音源入り USB がね、リニューアルしましたんで、前は 4GB だったんですけど、今回はなんと 32GB だから、もうこの USB だけでも使えるという、 32GB の USB をか、ね、としても非常に使える、ものになってますので、こちら、税込み、これも3500円で売っておりますので、ぜひお買い求めいただけたらなと思います。まあその他 T シャツとか CD とかもね、全部売ってますのでね。はい。今回はですね、明日吉祥寺なんですけれども、東京吉祥寺でやりまして、4月の10日が浜松のハーミットドルフィンというところからスタートします。ハーミットドルフィンは、上原ひろみちゃんからね、紹介してもらったんですけれども、非常にカレーも美味しくて素敵なライブハウスで、浜松の駅からもすぐね、アクセスいいところなので、ぜひお近くの方はチェックしていただけたらなと。で、その次の日が、4月の11日が、今池の特造、名古屋ですね、名古屋の特造でやります。特造は、今までね、ブッキングを試みて結構人気のスポットだったんで、なかなか取れなかったんですけども、今回初めて出演させていただくことになりまして、とても楽しみにしてます。名古屋のミュージシャンとかからはね、もう絶対一度やった方がいいっていう、よく言われてて、すごいおすすめされてたライブスポットなので、今回初めて行くのすごい楽しみにしてます。はい。こちらが、11日、木曜日ですね。で、4月の12日金曜日が今度は京都に移りまして、京都ラグですね。京都ラグは何回かね、出演させていただいてるんですけども、これはもう本当にとても、音も場所もすごい、やりやすくて、もうね、有名なライブハウスですけれども、京都ラグで4月の12日金曜日、やります。で、13日はですね、その昼にね、大阪でちょっとイベントやろうかなっていうと思ってて、それも少し告知とかもしてたんですけど、ちょっといろいろ諸事情によりできなくなりまして、13日は大阪はちょっとイベントはなくなりまして、そのまま神戸の元町、オールウェイズというところでライブをします。そちらも初めてのとこなんですけれども、僕はオールウェイズは梅田とかね、あと六甲とかでやったことあるんですけども、元町自体が僕初めて行くかもしれないので、すごい楽しみにしてます。はい。
こちら土曜日なので、ぜひね、お近くの方はぜひチェックしていただけたらなと思います。で、最終日が、14日が三島のアフタービートというところでやりますね。三島のアフタービートも何度も出演させていただいていますけれども、こちらもですね、まず店に入るときに担々麺とライブの店って書いてますから、まず最初に担々麺が来るお店ですから、もう担々麺推しの、そこの担々麺ぜひ食べてもらいたいなと。僕もよく必ず食べます、担々麺をね、非常に美味しいので。そこはアフタービート、三島のアフタービートで終了ということで、計6カ所ですね、吉祥寺も入れて、行いますので、ぜひ、まあ明日すぐね、吉祥寺のライブですけれども、明日のライブは非常にありがたいことにたくさんご予約をいただいてて、ほぼね、満杯だと思うんですけれども、地方はまだまだ席がございますので、ぜひ、迷ってる方いらっしゃればですね、楽しいライブになると思いますので、素晴らしいメンバー、メンバーは、ベースが結城アトリーですね。僕の YouTube にお前出てくれてましたけども、素晴らしいベースプレイヤーで、ドラムはもう、僕の曲は寝て起きてすぐ譜面もなしに全部叩けるっていうね、ドラマー山内陽一郎でございます。ぜひお近くの方は、お越しください。お待ちしてます。それでは。